おしゃれすぎて自然と録画ボタンを押してましたね。どうもチャップです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、僕が今持っている 4K スコープにですね、メイン性能アップのギアをつけたらどうなるのかなっていうのをね、皆さんと一緒に見ていこうというね、動画回でございます。多分ね、多分、いや間違いないと思うんですけれど、間違ってたらごめんなさいね。 4K スコープが全武器の中で一番射程長いですよね。このね、ナンバーワン射程の 4K スコープにですね、メイン性能アップをつけたらどうなると思います？皆さん、いつも通りね、攻撃力上がると思います？違うんですよ。この 4K スコープはさらに射程が伸びます。やばないですか？ただでさえナンバーワンやのにまだ伸びるって、射程めちゃくちゃ長いのにまだ伸びますって、どんだけ伸びたい、伸びしろですねっていうね、動画になると思います。ちょっと噛みかけながらもなんとか言えたんで僕は満足ですね。もう動画も終わってもいいかもしれません。それはやばいですね。まあとりあえずね、皆さん何もついてないメイン性能アップゼロの状態のね、射程を見てくださいよ。じゃこの風船狙いましょうか。届かないですね。風船の真ん中ぐらいをボーンって打ったら、ほら見てくださいよ、これ射程がやばいでしょ。射程の暴力ってこういうことを言うんやって分かりますもん。ほら見てください、この線、まあ、この線ギリギリちょっとピッて超えたぐらいかな。まあこんな感じでございます。じゃあね、メイン性能アップをね、僕が今つけれるだけつけれるだけつけれるだけしかね 3.9 ないんですけれども、つけれるだけつけてね、打っていきたいと思います。皆さんちょっと待っててくださいね。よっしゃ、じゃあやっていきましょうか。ちなみにね、3.6 つけれましたね。0.3 まだないんですよ。3.6 なんですけれども、まあどんなぐらいね、伸びるか皆さん見てくださいね。ちょっと待って、これ、動きまくったら飽きませんね。はい、初期の位置から狙って、あ、でも倒すことはできないですね。どのぐらい？ 3.、あ、めちゃくちゃちょっとしか射程伸びないんですかね。このぐらいかな。じゃあ撃ってみましょうか。ドーンって。ほら、倒せませんもんね。ほんのちょっと、あ、伸びてますね。あ、伸びたが伸びた。うわ、伸びたが伸びた。伸び伸びたみたいなぐらいしか伸びて、微妙。え、ほんま、微妙ですね。どのぐらい？こうやって、ピッて。あ、このぐらい伸びたんかな。このぐらいの分。あ、めっちゃちょっと。めちゃくちゃちょっとですけど、これこそね、正真正銘の一番射程が長い武器、4K スコープメイン性能アップ積みのね、完成ですよ。まあでも微妙にしか伸びてませんね。ほんまに伸び伸びたなんですけど、この伸び伸びたの力がね、どう作用してくるかっていうところがね、今からの見せ場でございます。まあ射程が伸びる云々よりもね、まず当たるかっていうのがめちゃくちゃ不安なんで、まあ1キルはね、できるように頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ1試合目はね、ムツゴロウさんで 4K スコープの射程が伸び伸びたバージョンをね、やっていきたいと思います。まあ伸び伸びたは、まあな、伸び、まあね、まあドラえもんやし、静香ちゃんやし、スネ夫やし、ジャイアンやしって感じやから、まあ伸び伸びとはいいと思うんですけれども、もう射程がね、射程はいいけどエイムが伸び伸びとやったらちょっとやばいんですよね。そこどうやって攻略していくかですよね。全く意味わかりませんけどね。4次元ポケット欲しいなーっていうことですね。4次元チャップ、あ、待って待って、この距離で別に射程が伸び伸びたの意味がない。おー、やばい、局車でやられる。これが局車の恐ろしさなのかーいうこと。あ、待って、これ僕の距離じゃない、これ僕の距離じゃないもん。とりあえずまあ雨降らしね、プレゼントしてあげましょう。あ、そこ伸び伸びた伸びた伸び伸びた、オッケー、伸び伸びた伸び伸びた伸び伸びた、はい、エイムがおじいちゃん自分。お、うまー、味方の人。完璧ですやん。まあ伸び伸びたら1球取れましたからね。そこオンちゃう、もう降りたかな。あ、降りてますね。じゃあ、あの人倒しに行きましょうか。それ、なんなん、その人。その人何？武器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 何？あ、おらおら、おお、ナイスナイス、おお、射程なんか、バケツもなんか侮られへんな。伸び伸びた出してきましたね。敵の人もちょっと伸び伸び出してきたんで、ちょっと怖いな、しかも。これ、ちょっと立ち回りやばいな。どうしようかな。伸び伸びたー、オッケー、ナイス、オッケー。あ、待って、なんか半当たりしたけど、今の半当たりはたまたまや。なんか当たったのみたいな、たまたま当たったのみたいな、たまたまやなみたいな、たまたまポケモン卵パックになんかよくパッて入れそうですね。たまたまモンスターボールに入れるように卵パックに入れて買った方がいいんじゃないですかね。もう急にポケモンの話みたいな。いや、話脱線しすぎやん、いうことで。まあ、でも射程が、まあ、のび太さん、のび、ちょ、待って、のび太さんのエッチ、ちょ、やばい、のび太さんのエッチ、いや、のび太さんのエッチやん。ドラえもんやん、ほんまに。ドラえもん、のび太くんってなりましたもん。またテンストで0点取ったのって、のび太ママに言われました、僕はね。もうそんな気持ちやった、今のテストは。え、のび伸びた、あ、射程がのび伸びた。あ、待って、のび、あかん、あかん、いやいや、結構、バケツってこう、グッて、
ってきますね、このグッていうの。わかります、皆さん、このグッグッグッっていうの、このグッみたいなね、最初はグッっていうのがね、やばいんですよ。ジャイケングッみたいなね、もうそれがやばかった。めちゃくちゃハンバーグやなっていう感じでやられてしまいましたけどね。これやばいやばいやばい、ちょっと曲者とかがめちゃくちゃ怖い。自分のあのね、距離感で戦うからこうビビることになるんですよ。まあ、ビビデバビデブになってね、僕もビビデバビ、やばい、ビビデバビデブ、ナイス。あの人ね、僕2回ぐらい射抜いてるからね、多分ね、僕のね、射程じゃなくて、エイム力に軽くビビってると思う。よっけないっすやな、おい。ナイスやな、チャップ、お前、よう頑張った、お前、よくできましたっていうシールをね、贈呈しようと思う。これ、上おるんちゃん、あ、倒してくれてるやん、もう、そういうセンスの良さが、インフィニティナイス、申し訳ないし、うーよよよよよ、おっけないぞ、味方の人。いや、ナイスナイス、いいよ、めっちゃいいよ。これおるよ、ここおるよ、おいけるよ、おける、無理無理、連打連打連打、無理無理。健康第一やって、間違いなく毎朝ラジオ体操してますね。ちゃんちゃんちゃらんちゃらんちゃちゃんちゃんちゃらんちゃらちゃんちゃんちゃらんちゃちゃんちゃちゃんちゃらんだな。待って、音程がわからなすぎてガチャガチャやん。音程がもうガッタガタ、わけわかめさんでしたね。まあ、ということで試合は、おお、勝ったんですね。もう味方の人のおかげですね。僕はもう射程伸び伸びた伸び伸びた言うてなんか遊んでただけなんでね。まあ3球ぐらいしたんちゃいます？ 3 球ぐらい。おー、ほらほらほら、まあ、計画通りですよ。もう計画通り、もう僕の脳みその中ではまあ3球ぐらいできるかなーってね、軽く思ってましたからね。もう思ってませんけどね。まあ良かったです。0球じゃなくてそれだけで満足です。はい、2試合目はね、天美術大学で頑張っていきましょう。ちょっとアナウンスっぽかったでしょ。電車のアナウンスとか、でも、あ、どんなやもうほんま意味わからなすぎてね、もう自分がしんどくなってしまいましてね、僕メンタルブレイクされた今。どうなん、電車の、天美術、あ、できなさすぎてやばい。おい、ちょっとやばい、やばい。曲者のプロが多いからな、ほんま。今後も近頃、ナイス味方でしょ。近頃のスプラトゥン2プレイ、ほんま、曲者のプロがやばい。伸び伸びた、伸び、待って、伸び伸びた、ちょっと待って、伸び伸びた、いや、伸び伸びた、あ、ナイス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 、伸び伸びたくん、オッケー、オッケー、ナイス、ナイス、今、メイン性のアップのおかげでしょ。な、ん？これ、登ってくんちゃうか？んー、アメフラジオプレゼントしましょう。アメフラジオ、ナイス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 、おほほほほ、完璧やん。今、半当たりぐらいとアメフラジオで倒せたんちゃいます？ちょっとよくわかりませんけどね。いいですやん、ほんま。ナイス、ナイスや。ナイ、ナイスさんや。ナイ、ナイ、ナイス。何言ってるかわからん。伸び伸びた。伸びたー。無理。これ、まだジャンプしてくるでしょ、これ。そう、やっぱり分かってた。分かってたけど、当たらんかった。おー、来てる来てる、えー、無理無理無理、ごめん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 、謝るわ。仲良くしよ、仲良くしよ。これイカ忍者ちゃん、イカ忍者じゃない、イカ忍者じゃない、イカ忍者じゃない、イカ、あ、トラップ買った、僕トラップ買った。これイカ忍者じゃない、イカ忍者じゃないぞ。やばいやばい、バルバルンバか、お、なんやな、よくわからん、よくわからん、やめてくれやめてくれやめてくれ、勘弁してくれ。やばいよ、ほんま近づきすぎたら僕のびのびたの意味から、ハンチャージハンチャージハンチャーやん、それ、ハンチャーハンセットやん、それ、今の間違いなくハンチャーハンでしたね。いや、僕むしろ大盛りぐらい頼んでたんですけどね、なんかお腹空いたなと思ったから多分やられたんでしょうね。これハンチャーハンのせいですね。お腹空いたからやられましたね。あ、やられてないですよ、任せて。これか、絶対倒すから、絶対倒すから、絶対倒すからね、絶対倒すからね。いや、どこにおんねん。やばいやばいやばい、もう怖いやつなんですよね。それスプラマニューバーちゃいます、スプラナマニューバーちゃいます、スプラナ、これ射程よ、射程。曲線を隠してね、ポッパッてやろうと思ったらね、もうその慣れへんことやったらこういうことなんですよ。もう曲線隠すことなんてね、もう忘れましょう。もう客線、客線美、客線美、客線美、曲線美、何言うてんねん。やばすぎやろ、ほんま。もう何も考えても自分のいつも通りのスタイルでいきましょう。そんな慣れへんね、そんな上手い人がやるようなことやるからね、ダメなんですよ。初心者は初心者らしい動きしていきましょう。もう初心者ですもん、僕は。初心者代表と思ってますからね。日本代表並みに初心者代表ですから。伸び、お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 、マリオバーがいましたね。マニューステップ、ジムリナイスってやってますけど、まあ、射程が伸びて伸びたっていうことは分かってるんですけどね、まあ、絶望的に、あれですよ、エイムがおじいちゃんですね。僕はなんか喋りに動画を撮ってるみたいですね。ちょっとじゃあラスト30秒やからちょっと本気でやりましょうか。もうほんまめちゃくちゃガチガチに当てていきますから、ほんまガチガチに狙いましょう。もうお遊び終わりですよ、もうこっから本気ですよ、本気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 、もうやばいやばい。本気って言ったらちょっと上手くなるかなと思ったんですけどね、全然上手くならなかったですね。なんてこった、パンダこった。ラスト1キル、ラスト1キル、これ言うこと、有言実行、有言実行、ラスト、ラスト1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 ゲロービーでいきましょう。ラスト1キル、ラスト1キル、言うことによってキル取れますか、人間っていうものは。これでいくぞ、パン、あのブロックが、あの石がなければ1キル取れましたね。
全然取れませんでしたね。もう何もかもダメでしたね。まあ、とりあえずね、皆さん、メイン性能アップを、リッターにね、リッター 4K とかもそうですね、リッター 4K、リッター 4K カスタム、4K スコープ、4K スコープカスタムかな。この辺、いや、この辺っていうか、むしろチャージャー全部ね、射程が伸びたような気がしますよ。これ2試合目負けたの僕のせいでしょ。ほんまに。喋ってただけですもん。はい、ということで今回は全武器中最大のね、最長射程を持った 4K スコープにメイン性能アップをつけたらさらに射程が伸びて射程の暴力、射程インフィニティになるよっていう動画やったんですけれども、正直もうほんま誤差でしたね。もう微妙に伸び伸びたでね、その伸び伸びたの差がね、体感できへんかった。むしろその伸び伸びたの射程で戦ってなかったんで、むしろな近接で戦ってたんでね、全く意味なかったですね。皆さんはね、自分のね、好きな射程で戦ってください。そしたらさ、うわ、もうあとちょっとやったのにっていうので当たってキルできるって、ほんまその微妙な差で、うまい人に勝てるか勝てへんかみたいな分かれてくると思うんでね、皆さんね、余裕があったら、メイン性能アップつけて射程伸ばして遊んでみてください。ということで、終わりにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。あそこ伸び伸び伸びた伸び伸びたオッケー伸び伸びたー、どうしようかな、伸び伸びたー、オッケーナイス、オッケー、たまやなーみたいな。たまたまちょ、やばい、のび太さんの位置、いや、のび太さんの位置やん、のび太、あかん、いやいや、僕のね、射程じゃなくて、エイム力で軽くビビってると思う、よっけないっすやな、おい、おるよ、ここ、おるよ、おい、けるよ、おける、無理、無理、連打、無理、無理、ナイス、ナイスっす、お、のび、のび太くん、オッケー、ナイス、ナイスっす、あまびじゅず、あ、ナイスっす、おほほほほ、近づきすぎたら、僕、のび、のび太の意味から、ハンチャージやん、プラナ、間に奪っちゃいます、プラナ、射程よ、射程。伸び、おこっから本気ですよ、本気、おやばい、これでいけるぞ。